はい、どうもこんにちは、川人です。前回の動画でこちらの100均のゴミ箱で簡単に作れるろ過装置を改良版のねものを作りましたっていう感じで、動画を出したんですけども、早速こちらねさらにね改良したい点が見つかってしまったというか、あ、ここねちょっとダメだったなっていうね、とこが見つかりまして、あのコメントの方でもねそこにねもうすぐに気づいて、あの教えてくださったね方々がいました。ありがとうございます。まあ、ということでね、今回はそこをもうほんとね一手間加えるだけでそこを直せちゃうので、直していきたいなというふうに思います。まあ、そしてね本当にあの一から作るわけではないので、今回はねあの材料とかそういうのをね一からは紹介しないので、もしですねそのここのね状態に来るまでの使った材料とかねそういうのを見たい方は前回のね動画の方で、詳しくね解説しておりますのでね、ここまで作りたい方はねそちらの方をご覧ください。そしてね、まあ、今回そこを直すだけじゃなくてもう一つですね、こちらのねろ過装置を使うときにとてもねいいアイテムを100均でね発見しましたんで、それもね今回紹介したいと思います。はい、まあ、そしてどこがねダメだったかっていうと、こちらのねろ過装置なんですけども、あそこにね水中ポンプがありまして、そこからですねこのホースを使ってここのねろ過装置に水をね汲み上げてるわけなんですけども、まあ、そしてここから水が出てですね、その水がこの下にあるねろ過材をしっかりと通ってねこう水位が上がってきて、上がってくると、ここにある塩ビパイプなんですけども、ここでね水位が上がってきて、そうするとここの塩ビパイプに水がここに落ちて、そしてねここから出てくるというような感じになるんではないかと思って、僕はねこちらのろ過装置を作ったんですけども、このね水位がもう常に上がってきてる状態なんですよ。この状態って今もねそうなんですけど、そうしてねそれでここから水が出ても、この水はね下に沈むんじゃなくて、もうこの表面をね通ってしまって、でここからねもう出てきてしまうっていう感じで、もう表面をこの砂利の表面をね通って、そしてここから水が落ちていくとっていうね流れになってしまってるので、これだと下のろ過層を水が通らずに出てってしまうので、まあ、これはろ過の意味がねないということで、なんで、ね、今回ここから出たね水がねしっかりと下のろ過層を通って、そしてこのね筒のとこに水がね入って、そしてここから出てくるというような仕組みに、ね、なるように改良していきたいと思います。はい、それではこちらをね一旦外していきたいと思います。まず電源コードを外してねいきます。ここら辺にもうコンセントがあるんでね、そこね抜くだけであの電源切れますね。はい、こんな感じで電源はね簡単に切ることができます。はいはい、そしたらねこちらの水中ポンプのねホースのとこをまず外します。はい、こんな感じで簡単に外せます。直すのはねここだけになりますので、もうこれだけね持ってって改良すればいいだけですので、ね、改良してあとはねこれにくっつけるだけで完成しますのでね、こちらをね修理していきたいと思います。はい、それではろ過装置の改良をしていきます。まず中に入っているろ過材とかをすべて出していきます。中に入っているものがすべて出せたら改良していきます。使っていくものはこちらの水中ポンプの配管に使ったナイキ 8mm のホースです。まずろ過装置を裏向きにしておいて、そしたら容器のジョイント部分にホースを当てて、そして容器の端まで持っていって、そこでホースをカーブさせて下の方からジョイントに向かって持っていきます。今回使うホースの長さはこの長さです。そしたらカットするところを指で押さえておきます。そしてハサミでカットします。ホースはこんな感じで容器の内側に取り付けていきます。そしたら内側のジョイント部分にホースを取り付けます。こんな感じでホースが取り付けられたらろ過材を詰め直していきます。前回はろ過材を縦向きに入れていたんですけど、今回は水の流れを考えて横向きにセットしていきます。ろ過マットは大きさが合わなかったので新しいものをカットして入れます。そして右の隙間にもハイドロボールを入れていきます。そして上から鉢底ネットを置いて、そして砂利を戻していきます。少しホースのところが盛り上がっているので、そこは押さえながら砂利を戻していきます。はい、これで砂利が入れ終わったのでろ過装置の改良は終了です。はい、それではねろ過装置の改良が終わったので、こちらにねろ過装置を設置していきたいと思います。はい、でね前回はこちらね設置するときにねこんな感じで自作のね台を使いました。まあ、これをね、この、自分で作ったものなんですけども、こういう感じでね、ちょうど幅になるように作ってまして、ここに置くというような感じなんですけども、木材はね、自分でカットして、やっぱやるのがね、すごい大変だなっていう人も
得ると思いますので、その時にですね100均のとてもいいアイテムをね発見したので、それをね今回は使って設置していきたいと思います。それがこちらになります。ワイヤーコンロオクラックってやつですね。はい。でこちらなんですけど、まあ、この絵にあるようにガスコンロとかね奥の隙間にこれを置いてね、その上に調味料を置いたりとかするようなね、ものに使うラックになりますね。はい。これを今回使ってやっていきたいと思います。まあ、こんな感じになりますね。ちょっとね幅が長めですね。40センチぐらいあります。それを、ここにですねこういう感じで置きまして、そしてねこの上に、ろ過装置をね置くというような感じで今回ね設置していきたいと思います。割とね幅がありますので、まあ、このプランターも、はい、こんな感じで余ってますんでね、割と大きめのね容器とかにもね、これ使えるんじゃないかなと思います。はい。なんでね今回はこちらを使って設置していきたいと思います。はい。それではねこちらの、このラックをねここにセットしまして、はい、ろ過装置を設置します。はい。こんな感じでね幅も結構ぴったりですね、ろ過装置と。それではねこちらに、水中ポンプのねホースをつなげます。はい。こんな感じでろ過装置のね設置が完了したので、スイッチを入れてみたいと思います。はい。今スイッチを入れました。はい。いい感じに水が出ました。これでろ過装置の、ね、設置が完了しました。はい。今回はこちらのろ過装置なんですけど、水中ポンプで吸い上げられた水がしっかりとろ過材を通って排出される仕組みにしてみました。今回のまとめなんですけど、水中ポンプからの給水口が容器の上についているので、それを容器の下から水を出すためにホースを使って容器の下に持っていきました。まあ、こうすることで下から水が出るので、ろ過材を通りながら容器に水が溜まっていくという仕組みにできたと思います。今回は給水口がもう上についていたので、それをねなんとか下に持ってくるために、まあねこんな感じで改良したんですけども、まあ、このろ過装置をね一から作るっていう方であれば、わざわざね上につけなくてもジョイントをね下のところにつければ、下からね水が溜まるような流れにできると思うので、まあ、それでねやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。そしてね今回はこちらのろ過装置置く台も100均に売ってるねとても便利なラックに交換しました。まあ僕はね前回自作の木でね作ったスタンドを使っていたんですけども、まあやっぱ自作でね作ると長さとかもね合わせられるので結構綺麗にことができるんですけど、まあ別にねこちらの100均のラックでもそこまでね見た目も悪くないですし、何よりねやっぱりこの網網になっているので、ろ過装置から流れてくるここの部分、ここの水が流れてくるところなんですけども、このレールのところがですね結構溝が浅いんですね。もうこれも少し経ったらもう漏れそうな感じなんですけども、まあ、このね網に変えることによって、もしですねこれが、このね溝から漏れても結局はねこの網の穴から水が落ちるので、そのままですねこの飼育槽のところに落ちてきますから、板とかだったらですねここから落ちないので、ねこういうところの板からねこう流れてってこの下に落ちちゃうんですよ。はい。なんでどんどん水位が減っていくということになるんですけど、この網網であればね、もし漏れても、このね、水に行きますから、問題なくね、水が減らずに稼働し続けてくれるっていうね、ことになります。はい。これ結構ね、いいポイントなんじゃないかなと思います。水漏れとかっていうのが、まあ、なくなるということでね、とてもいいメリットがありますので、まあ、ぜひね、こちらのろ過装置をね、設置するときには、使っていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、今回もね、ちょっと一からね、ろ過装置を作るわけではなかったんですけども、まあ、とてもね、重要な部分の改良を、しました。本当にね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が良いなと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。